2022年度子どもたちの心を育む活動。活動テーマ、表現力・防災力向上、地域防災演劇ワークショップ。受賞団体、一般社団法人フリンジシアターアソシエーション京都府。子どもの防災に関する知識・行動力の向上と演劇を通じた表現力・コミュニケーション力の向上を同時に目指す地域防災演劇ワークショップに取り組んでいます。児童館をベースに防災アドバイザーや劇団員の協力のもと、子どもたちが自分たちの町での防災を考えて演劇を創作、社会の中で役割を果たす、地域コミュニティを担っていくという、地域社会の一員として活躍できる力を育むことも目的とし、災害時、子どもたちがまず自分の命を守る行動、自助が取れるようになること、次に他者を助けるための行動力、共助を持てるようになることを目標としています。